ねえ、お疲れ様です。お疲れ様です。久々の一人企画ってことで、まあ、今日は多分気になっている人もこれ多いんじゃないかなって思ったんですけど、日向くん副紹介してほしいんですけど、はい、まあ、やっぱただそれだけじゃつまんないと思うんです。最近流行りのルックブック、いくらね、さっき、これ流行りの誰かがやってんの見てやろうと思ったでしょ、はい、自分じゃ何も企画を考えれないから。いや違う違う、服ね。服でもこれあの出勤の1週間の服なのか、うんうん、それともなんか普通になんか組み合わせてくださいなの か、まあ、出勤だと僕はあのズボンマジで毎日一緒だから、あのパーカーが変わるだけの何の見栄えもないなんかクソみたいな動画になるから、あ、じゃあ分かった、じゃあさ色にしない、色、僕さいろんな色の服持ってるから、あ、だから色でさ決めちゃうってどう、そのじゃあ色を指定して。色いってます。うん。まあ、ちょっと無難に黒からいってますね。じゃあ、ちょっと靴もさ、履いちゃおうか。うん。じゃあ、これで、あの、一回着替えてみましょう。うん。行ってくるね。おう。さあ、黒。どうですか、黒。はい。これね、シュプリームと、なんかのコラボ、僕ブランドマジ詳しくないから、はい、何も知らないけど、いや気に入ってる、そのシュプリーム気に入ってる、大好き。なんか僕本当はチャックついてないのが好きなんだけど、うん、これって全部つながってる風のデザインじゃん。要はここにさ、チャックであるやつってここにあんまデザイン置かないんだよね、チャックで半分になっちゃうから、はい、でもそうじゃないじゃん、だから好き。でもこれ欠点があるんですよ。こう座るとするよ、そしたらここがね、こう膨らまない、ここ座った時になるほど、ね、こうなったり、ほらどうやったってちょっとここダサいの、何をやったって、何をしてもあの座った時にあんまり良くならないから、まあ、そこまでみんなが見てるかどうかは僕には分からないけど、うん、なんかあーちゃんとこうなっちゃうなって毎回思う。で先に説明しとくけど、これね、これ常にさ巻いてんじゃん、はい、カットソー巻いてんだけどいつもね腰に、はい、まあ、あのアイデンティティみたいなもんね。はい、分かる。やっぱさ特徴欲しいじゃん絶対、うん、何でも一つは覚えやすい。これはあのベルトの代わりになってる。あ、それで結んでるんだ。これね、そう、あの、あ、ほら、まあ、このズボンも結構おなじみ、そう、破いたやつ、あんまりさ近くでちょっと汚えのバレるから。自分で破いたんですか。そう、本当はねここまでなんよ、はい、でも僕結構激しいんだよね動きが、出勤中もで毎回破けてまた縫ってもらって誰かに従業員に破けての繰り返しです。まあこれもザ・ヒューア・ヒナダって感じのイメージっちゃイメージです。お、それはここ、そう、赤と黄色だから、もうどっちも制覇しちゃおうと。かわいい赤と黄色です。 DHL、 DHLこれはあの僕のほら iPhone ケース一緒、大好き、かわいいな。上がね、シュプリームのなんか迷彩柄のやつ、なんか迷彩柄と黄色って相性よくない？あんまこうシュプリームを目立たせるやつ、そうだね、目立たせないけど分かってはもらいたいみたいな、あのな、全部欲しい僕は。ちょうどいい、そうだね。トータルのコーデってそんなに広くてすごい高いもの着てるみたいな。そうだね、あんまりね、服にはね、お金をそんなにかけてないから、うん、夏の終わりとかけまして、どちらもすぐに秋が来るでしょうでした。自分で考えて当たりましょう。本当に当たりましょう。で、こう飽きるやん、服ってめっちゃ、しかも僕、食べ方もめちゃくちゃ汚いし、なんでそんなところにケチャップついてるのみたいなところにケチャップつくし、よくこぼすし、うわ、この服めっちゃ好きでは思うけど、ただ金かけようとは思わない。やっぱりちょうどいい、僕からしたらシュプリームっていうブランドは僕の中でハイブラってイメージなんだけど、うん、とさ遊び心、デザイン、デザイン性と、あとこのカジュアルストリートな感じが全部いい感じ、まあ、そういうことです。じゃあ一旦次行きましょうか。まあ天下のグッチだよね。グッチ出た、天下のグッチじゃないですか、ここに来て。やっぱまあグッチだよね、ブランドっつったら。まあ後悔してるよね、買ったの。なんでですか。白だからね、汚れっから。汚れっからね。白の服を買う人は
よっぽど自信があるんだなって思う。こう、うん、自分が普段のこの生活に。そう、僕ね、レッドアイ飲むんですよ。だから、一発アウトじゃん。トマトだもん。だから着ないね。あんまり。だから、後輩とかに見せびらかして、あ、俺も一応持ってるけど、くらいのレベル。お願いします。おこれ天外用とかだね。あ、天外。そう。まあ、もう夏の天外だね。そう。かわいい。天外の時は、常にこう、襟足入れるの。はいはいはい。そう。ズボン変えて。これめっちゃ柄かわいいから、ちょっと柄さ、汚れわかんない程度に写しとくよ。この人とか。ああ、かわいい。どこで？エクストラジ。そう。わかんな。換気扇。換気扇ついてる。ね？エクストラジ。これ、いや、これ聞いてよ。いや、僕って本当にすごい人間なんだよ。電車に昔乗ってて、はい、で、電車内とかってすごいいい服着てんなって人見つけるじゃん。まあ、そうですね。うわ、欲しい。で、どうする？ブランドが分かれば、まあ、探す。そうだね。僕は、その、もうその駅で降りる予定じゃなかったんやけど、はい、その人が降りた駅で降りて、で、ずっとこうやって近づいて、ずっと見て、で、いろんな特徴を見つけて、こういう。はいはいはい。で、あ、エクストラージだってのも分かって、いろんな特徴を見つけて、で、ググって見つけて買った。あ、ブランド、分かんないもんね。めっちゃ人気で、だからもう入ってくんの待ってすぐ買った。これは上はどこ？あのインスタかなんかでさ、可愛い T シャツ広告かなんかで回ってくるじゃん。ああ、そうっすね。そうで、うわ可愛いと思って、超これ X っていうのは多分ね、これホラー映画なの。ちなみにさ、ニット帽どこですか？これね、これパッキン王様、気に入ってる。リュックは？リュックはこれドクターマーチン。それ可愛い。これよね、ドクターマーチンのリュック。これリュック気に入ってんのこれ。いいな、ちっちゃいね。これ、天外こういう系かな。ペンタ君、半袖は嫌いなイメージある。まあ、なんかホストで半袖っていうのが好きじゃないだけで、まあ、普段は全然半袖大好きで。いいよ。お定番のそうやつ、お気に入りです。これもうこれ見つけた時びっくりしたね。僕のためなんだ。そう、どこで探すかもあります。見たことない。メルカリじゃない確か。あ、メルカリなんだ。びっくりしたよ。てか、ひなてくん別にその古着とかでも気にしない。いや、古着しか買わん。ほぼ。新品なんて買うやつバカだよ、バカ。来た瞬間に古着になるんだから。あ、確かに。で、なんか僕、まあこれだから外用なんだけど、お店ってよりもこれもね。だからこの、外はリュックも合わせてのファッションだから、このリュックも。なんか、で、黄色。これは、ちょっとバカにされがちやから、幼稚園児みたいに。毎回悩むんだよね、こう。うん、ってなるけど、まあ勇気出すときは、かぶる。これ、ナイキに見えて、これシュプリーム。だから、シュプリームとシュプリームでサンドしてる。半ズボン履くんすよ。半ズボンは全然履くよ。靴は結構スポーティーだけど、ミュウミュウ。ミュウミュウ。まあやっぱ厚底じゃないとさすがに僕は人権なくなっちゃうから、まあ厚底にも人権ないんだけど、だからまあさすがにね。お願いします。もう雰囲気めっちゃ変わる。髪型は基本でもこう、どこで前髪、そう、なりますよね。肩もない、いい超楽だから。パーカー、ジュリューカー、これバスパン。リュックも大きいですか？リュックもでかい。やっぱバスパンだから。僕でかいリュックめっちゃ好きなんで、本当は。まあ、ホスト始めて1年目の時、毎回コールマンのでかいリュックで出勤してて、みんなに何入ってんだよって言われてたの。ああ、恥ずかしいんですけどっつって、リュック膨らますために適当な T シャツとかパーカー全部入れて。膨らましてなんぼだもん。そう。サングラスも、まあ、天外だから。そう、ディオール展開だから。ディオールか。たまに調子乗って、調子乗った草むらさんかけるために調子乗りすぎて怒るとか。いや、それもうギャング。僕が気分良すぎて勘違いしちゃって、自分をハリウッドスターかなんかって勘違いした時に
かけて鏡見て恥ずかしいやべってなる。見る。じゃあ最後部屋着戻る。そうっす。お前近所のコンビニとか、うん、部屋着とかこれだね。あの従業員と飯行く時とか。でもこれ多分しかめちゃくちゃ高いよね確か。いえお昼外出たら。めっちゃかっけえハーフあのセットアップ着てる人いるなって これパーカーこう かぶってる、こういう状態でリュック背負って歩いてるかっこいい人がいて、うわかっこよと思ってあのもうまたさっきと同じようについてみやすいとで全部見てこうやってで、あの見てここに EU って書いてあるって、でここにさ SVINT って書いてある、それでググって見つけた。僕らの布のサイズ感気に入ってる。あとこれ汚れ加工なんよ全部。あ最初からの。そう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 、だから汚れてもどれが本物かはもう誰にも分からないやっぱおしゃれですよ。いやでも楽でいいね。こっちは必死にバカみたいに何回も着替えて最近ちょっと一歩自慢させて、一歩育てようと思って。ちょっとさ走ってる感じわかる？この本当だ。ちょっと見てない？ほら見て、僕映してる。見てない？走ってる。えぐない。で店員さんにどのくらい持つんですかって聞いたの。うん、そしたらもう不思議そうな顔して、え、いやもう永遠にずっと持ちますって言われて、うわ。植物の命って偉大だなって思ったその一瞬で、なんか僕ってなんてちっぽけな人間だったんだって思った。じゃあもうありがとうございました。ありがとうございました。ブックブック、いやこれまたやります。髪もボロボロですよ、またあなたのせいで髪も全部セットしたの。視聴者喜びますよこれ、みんな参考に。だからひなつくんの服を実際に真似してるホストさんだっているわけじゃないですか。まあ嬉しいことにね。ね、本当に完全にコピーしてる人もいますし、いるね、嬉しいことにね。ね、はい、まあでもありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。